さよなら、ちかさん。船で国境を渡るって初めてだからさ。初めて。すげえ楽しみ。トルコだ。家に入りました。さあ、ここからどうするかな。ちょっとテント張れる場所を探さんとね。どういう状況。If you have problem, call me, okay? Yeah, thank you. What's up? Thank you. Good night. Good night. おはよう。おはよう。いい朝やな。うん、快適に眠れた。サイクリストのお兄さんめっちゃいい人だったしね。ね。にしても犬がちょっと減ったよ。もうこのテントの周りを隙間なく囲んで寝てる感じだったよね。ちょっとテント片して行くか。どこに行くかも決めてないけど。どうしよう。なんかエアビー撮ってたんだけどさ、ずっと確定にならずにさ、そこに行けたらいいんだけど、ちょっとまだわかんないな。明日の朝に連絡するかだって昨日の夜言われて、まだ来てないからさ。とりあえずバス停に行ってみようか。行くあてがないから。宿もおそらく難しいっぽいしね、エアビーは。バス停がどこかもわからない。人に聞きながら行ってみよう。行ってみようか。やっぱこいつついてくるな。けなげだな。バイバイ。なんでついていくのよ。俺たちついてきてもなんもないぞ。全員ついていってんだけど。なんかおじさんが場所を教えてくれて、ついていった。あ、いや。あ、グッドリンプス。ブス。ブス。オートバン。ああ。なんであいつもついていってんだろう。バス乗るのかな。でも別になんか有名じゃない町だけどさ、港町だけど。結構栄えてるよね、お店もたくさんあって。あんまりでも人いないね。人はいない。あ、お前まだ来てるのかよ。いつまでついてくるんだよ。なんかおじさんに連れられてチケットオフィスみたいなところに連れてきてもらった。ここかな。わー、綺麗。Thank you。 あんたら行っちゃおうか。よくわかんないから。なんか8時間ぐらい離れた大きい町行って、そこだと宿もたくさんありそうだったからさ、ちょっとなんとか移動せんといけんわ。行ってみましょうか。行ってみましょう。一人1400円ぐらいでさ行けるから、まあまあ一旦行ってみよう。そっちにサーブンビラブド。あー、オッケーオッケー。Hey, this one. Okay. Yeah. Check. すごい久々だなこういう感じ。英語全然通じず、アジア以来かもしれない。なんかインスタを交換して、すべての写真にいいねしてくれてるんだけど、絶対いいねと思ってないけど、もう機械的にそういう業者みたいになってる。Like, like, 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 like.いやもう、like 持ってないだろお前。like like あ、thank you thank you。 これで女。はい、はい、この人は誰なんだろう。さっきひたすらにインスタでいいねしてくれたけど、なんかバス会社の人ではなさそうやけどさ。どうなんだろう。でもずっとそこにいたね。いたね。チケットとか何も持ってないけどいいのかな。お金だけ払ったけど。なんか意外と長旅になりそうやな。そうだよね、11時に出て8時に着くって言ってたからさ。俺らはそこに行きたいのかどうかすらまだよく分かってないけど。あまりオプションがなかったよ。そうだね。ようやく乗れたね。めっちゃいいバスやな。Wi-Fi もついてるしさ、なんかテレビ画面までついてるし、見えるんかな。1人1400円ぐらいだったけどさ、こんだけ移動できてこんないいバスだったらいいよね。超乗り心地いい。超乗り心地いい。おお。なんかケーキもらえたね。そんなんまで出てくるんだ。すごいね。ね。またなんか来てない。来てくれるの。
ゃくちゃ揺れるけど、そんな中でティーを入れてくれた。後ろの席に乗ってるあのさっきさ案内してくれたおじさんが、おじさんって言うな、お兄さんどんどん物くれるんだけど、なんか顔なしみたいな、もう大丈夫だよって言ってるんだけど、どんどん金出してくれるみたいな。ちょうど休憩所でさ、これ買ってくれさ、ありがたいけどね。ちょっと俺らも持ってるファンかなんかあげようか。 Thank you。 それありがとう。One minute. 久しぶり。いやー、なんとか着きました。ようやくたどり着いたね。8時間ぐらいかな。ね、もっと早く着くかと思ったけどね。いや、遠かったね。なんかさ、ホテルが難しいね。ああ、そうそう。ちょっと後で何が起こったかを説明したいけど、まあ一旦まあ無事にちゃんとしたホテルが取れたので。そっちに行こうか。うん、タクシーかバスかよね。ちょっとバスチャレンジしてみる、せっかくだし、うん、路線バスみたいな。うん、いいね。なんか久々だね、でもこの新しい街に来てさ、バスわかんなくてふらつき回るのもさ英語も全然見えんしな。そうそう、なんかアジアとかでは毎回こんなんだったけど、確かに懐かしい感じやな。こっちなんか夏の夜みたい。涼しいね。うん、もっと寒いかと思ってた俺トルコ。そうだね、めっちゃ言われたからさ、寒いって。うん、あれっぽいね、バス停。それを発見した。うん、これ待ってたら来るんじゃ。あれやな、ちょっと人に聞いてみたら、なんか EC カードみたいなのしか使えないらしくて、現金が使えないらしいから難しいかもね。タクシーで行くかもしょうがないから、なんか Uber のトルコ版みたいなのがさあるって教えてくれたから、それ使って行ってみようか。行ってみる。うん、大丈夫。よいしょ。ああ、もう少しや。はい。途中でカメラのもうバッテリーが切れちゃって、こっからスマホの映像になる。こうやって見たら iPhone も綺麗だな。全然これでいいや。あ、あちらですね。AY ホテル2。ホテルをさ、ホテルの H がないよね。トルコ語って多分。ホテルだよね。どうなんだろうね。いや、なんか久々すぎてワクワクするんだけど。普通のホテルだけどさ。ね。あれ、バスルーム専用ついてんだ。あ、すげえいいじゃん。え、めっちゃ良くない？え、3人入れるよ。本当だ。ここでいいんだよね。いいよね。あれ、不思議。アザーンが鳴り響いてる。めっちゃ嬉しいんだけど、久々にこんなホテル来た。バルコニーもあって、え、安いね。これでさ2500円もしないぐらいだから結構いいね。どうだ。嬉しい。お疲れ。結構ほんと賑やかだ。もう夜9時過ぎてるのに。今日何曜日だ。平日。平日いっぱいだね。いい匂い、フォーの匂い。え、安いね。ジュースとか1杯70円じゃん。スムージー。トルコってなんか物価安いイメージあったけど、確かにちょっと安いかもね。かわいい先生。はい、戻ってきました。はい、どうぞ。乾杯しようか。これはキウイね。キウイ、キウイソーダかな。ビール買いたかったけどね、見つからんかった。ね、見つからんかった。はい。あ、超うまい。あ、超うまい。これこれ。おお、これもケバブなのかな。うん、ケバブって書いてたっけ。書いてたかな。うわ、めっちゃ入ってる。すげえ、めっちゃ入ってる。これ L とかどんだけ入ってるんだろうな。やばいね。うん、なんか味薄いね。薄いね。薄いよね、味。ケチャップ欲しくなる。うん、なんでだろう。見た目と美味しさが比例してない感じ。
まあいいや。そうそう、なんかホテルがね、エアビーが難しいよな。エアビーで宿掲載してて、ただその予約してもホストがその承認するまで確定ではないですみたいな状況になってさ、ペンディングって言うんだけど、で待ってても連絡来ずに、連絡来たとしてもそのエアビー経由じゃなくて、もう普通に俺の家に来てお金払ってもらえたらいいかなみたいな。エアビーってそういうのなんか禁止されてるじゃん、エアビー以外の手段で決済をするとかって。そうよね、なんかそういうところが多くてさ、まあ多分その手数料とか節約したいんだろうけど、うん、なんかちょっとね、そうそうそう、信頼できないからキャンセルして、うん、でなんかブッキングドットコムもさ、なんかトルコ使えないみたいだ ね知らなかった。最初入国してすぐの時はまだ見えてたけど、うん、なんか急にね、そう使えなくなって、不思議だよな、なんでだろうね。1日目、昨日とかはさ、ブッキングドットコム調べても全然宿とか出てきてて、そうだよね、まあ、予約はしなかったんだけど、で今日いざ予約しようとしたら、なんかそこからなんかエラーになって、うん、もうそれ以降トルコで宿を検索しようとすると何も出てこないっていう状況になってさ、うん、それでちょっと調べてみると、まあ、国の情報規制みたいな感じでブッキングドットコムは使えない、うん、らしいよね。不思議だよね。だからこれもアゴダで撮ったけど、そうそう、アゴダはまあ使えるんだよね。金堂とかもジーニアス会員なのにな。本当だよね。トルコでは使えないんだね。まあちょっと疲れたな、昨日キャンプだったし。そうそう、まあ明日ちょっとこの街ブラブラ見てみようぜ。そうだね、ちょっと街ブラ行こうぜ。今日も日が沈みかけて、またアザンになってるわ。何食ってんの？豆。豆？いらない。あ、いらない、私いらない。顔の日好きやな。食うんかい。いらない、いらない、私いらない、いらない、食うんかい。行くぞ。え、すごい、トゥクトゥクあるじゃん。トルコトゥクトゥクあるんだ、かわいい。二人乗りやね、久々見た。久々にこういうものを購入したね。楽しいね。でも、うん、もう旅に出てからというのは、ほぼピアスがなくなったり壊れたりして。そうだよね、今二つしかない。え、すげえ良くないそれ。激安。トルコの国旗っぽいよね、この星と月の形。シンプルでいいじゃん。おお、超いいじゃん。おお、なんかね、大人っぽいよ。本当？うん。万年中学生から卒業。北キプロスでも何回も言われてなかった。14歳かと思うみたいな、誰かに言われてたよね。そうだったっけ。うん、これで卒業だね。安くない？でもそれ30ゴリラ250円ぐらいでしょ。いいじゃん、嬉しい。ちょっと港の方まで行ってみる。うん、港。なんか広島みたいじゃない。イエー、路面電車があるんだ。そう、路面電車だよねこれ。通るところ見てみたいんだけど、絶対にやっちゃいけんやろこれ。電動電動のやつが通っていった。来た来た。あ、ほんと？あ、ほんまじゃん。え、すげえすげえ。エモ、エモいって簡単に使う男になりたくない。すげえかわいい。なんかちょっと広島っぽくない？デザインもカープみたいだよね。すげえ、超かわいい、超かわいいとかエモいとか簡単に言う男になりたくないけど、深みのある30歳になりたいんだけどな。かわいい。わあ、めちゃくちゃいいなこれ。赤瓦がすげえ素敵だ。海も見えるしさ、めっちゃ綺麗だな。あ、そこちょっと歩けるようになってんだな。ちょっと下降りて行ってみようか。めっちゃ素敵やね、なんか下に抜けていく道が。
何がある？お土産通りなのかな。すげえお店が並んでるな。はい。何してんの？ハロー。はい。ハロー。もらったんだけど。もらった？どういうこと？もらっていいのか？すごい。ミント？いや、ミント。メディシンキット。アストンブロンシュミグレーネ。何これ？くれるの？これカレン、カレンピ、エネルギー、エネルギー、エナジー、ビッグエネルギー、ビッグエナジー。センキュー。スースーする。え？スースーする。これ違うやつだよね。なんか色違うけど。全く違う。オスマニティって言われた。あ、めっちゃ美味しいよ。美味しい？飲んでみる？多分こっちの方がね、ブルーベリーっぽくて。美味しいと思う。これね、メンソレータムの味。メンソレータム、あ、熱いんだ、そもそも。そっち冷たいからさ。冷たいの、コール。おー。すげえ、美味しい。こっちも美味しいね。グッ。美味しい。え、グッ。グッ。これすげえ美味しい。なんか、メンソレータムのあの、リップそのまま飲んでるみたいな感じ。いいよ、いいよ、美味しいよ。めっちゃお腹に良さそうよな、あれも。これ美味しいね、ブルーベリー。すっごいカラフルな茶葉だね。茶葉なのかわかんないけど、どんどんくれるけど。これどういう状況？それはなんだ？同じやつ。いい匂い。リラックス。リラックスだったよ。リラックスできてないもんね、最近ちょっと。あ、これもいいね。これも結構フルーティーな。なんだろう、アップルとか。水で簡単に作れるの良くない？いいね。アイスクリームみたい。すごいね。これを溶かして飲むんだもんね。これあれか、勢力つくやつか、これも。うん、これ。グラマッチ。オッケーオッケー。オッケー。いや。オッケー。ジャストアリトルビットでオッケー。買わないっていう選択肢は残されてなかった。でもめちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。うん。なんか水ですぐ飲めるのもいいよね。いいよね。さっきもらったばっかりだけど、また捕まっちゃった。あ、もうさっき飲んだから。ごめんなさい。エメ、コクマ、パーペク、メゼメ、ジンジャーティ、サフラン、エカリプト、サスペック、エングリッシュ。これ同じやつだ。エメ、ソタンティ、フォルギー、フォルアスマ、フォルセネジー、フォルプランジー。お茶屋さんがめちゃくちゃ固まってるんだな。エメ、スパイシーや。これ完全にさっきのメンソレータムのリップの味。1分前に飲んだけど。買っちゃったからな、さっき。申し訳ないけど。サジェテ、ミキステ、ローズマリテ、セナテ、ピラミテ、ディエテ、アリガナ、アップルテ、アダチャ、ギビスクス、エメ、ヨハネス、フロック。でもさ、最終的に、最初400分ぐらい買わされそうになったけど、400リラって2800円だもんね。なんとか4分の1の量に減らしてもらったけど。100でお願いしますけど。最終的にはなんか100でこんなにくれたけど。ね、たくさんくれたよね。でも1個いらんやつある。1個いらん。メンソレータムのやついらんって言ったのに な, いやな。あんま好きじゃないって言ってない。なんか久々にこういう観光地行ったから、この営業の圧に耐えきれないな。すごいよな。そこの積極性を見習わないといけない。めっちゃ素敵な通りじゃない？なんか昔ながらの商店街、伝統的なって感じ。なんかこのエレベーターに乗って上上がったらさ、すごいこの街の象徴的な景色が見えるらしいけど、めちゃくちゃ混んでる ね。アトラクション並みにエレベーター混んでるけど、ようやく乗れますね。パンパンだね。よいしょ。ようやく動いた。汚っ、窓が。窓汚すぎて見えない。急に豪雨みたいになってる。急に豪雨みたいになってる。めっちゃ天気いいな。あ、でもすごいね。着いた。あの奥に行けばいいのか。あ、すげえいい景色じゃん。すげえ。Dolayısıyla burayı da görenler.
トルコ料理を食べたい。なんかいいとこあるかね。この辺りでもちょっと観光地から離れたからさ、ローカルが行くようなところあるんじゃない？うん、そういうとこがいいよ。そういうとこがいいよね。ホテルのすぐ隣の特に名もないレストランに来てみた。そうそう、結構歩いたけど結局、うん、気づいたら自分たちのホテルに着いた。難しいなレストラン選ぶのってさ、ね、なんか全部ほとんどあのケバブのお店だからさ、そうね、本当に違いが分かんなくてね。フィーリングで選ぶしかないけど、あんまり営業がしつこくなかったところに来た。そうそう、なんか地元の人も結構いるし、そうそう、良さそうだよね。何か来ました。こちらピアーズ。ピアーズっていうサラダらしいね。豆のサラダって出てきたね。へえー、豆か。わすげえ、豆豆豆豆めっちゃ入ってんじゃん。ねえ、すごい。豆とさ、オリーブオイルとレモン。いただきます。うわぁ、美味しい。うん、豆濃厚やね。へぇ、どれかな、何豆かな。あ、これさ、このアンタルヤの名物料理らしいよ、ピアズって。そうなん。そう。へぇ、なんか白ごまペーストのソースって書いてるけど、ごまか。ごまだね。なんか久しぶりに、ちょっと懐かしい匂いがするなと思って。そうだそうだ、ごまどれとちょっと酢みたいなのも若干入ってるみたいな書いてるけど、それですね。それだわ。本当に食レポできんでごめん。じゃあ今回の動画も良かったと思ったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。お願いします。玉ねぎ甘い。玉ねぎ甘い、うん、じゃあまた次の動画で。